アメリカ合衆国テキサス州のサウスパドレ島のウミガメ研究保護センターに飼育されるアウミガメの名である。体に負った障害を緩和するために、カメでは世界で初めて補助具を装着した個体として知られる。2005年、アリソンはサメに食べられたか、左前足及び左右の後ろ足の計3本を全欠損している状態で発見された。 発見時の体調は5インチだった。アリソンは保護され治療を受けたが、右前足だけでは左回りに回転する泳ぎしかできない状態となり、息継ぎは人が水面まで持ち上げねばならず、深い水槽での通常の生活が困難だった。2008年、亀の保護に取り組むシータートル社は、イルカに人工ひれをつけた例があることを参考に、 テキサス大学獣医学部及び医学部の協力を得て、アリソンの全欠損した左前足へ補助具を装着する試みが行ったが、欠損したヒレの基部に人工部分を支えるだけの大きさがなく、うまくいかなかった。2009年、カヌーをこぐ物理学を応用して、二つ目の補助具が試された。アリソンの甲羅の背中に、ネオプレンという合成ゴム製の長い背びれ、 または長い火事のような補助具を取り付けたところ、尾をつけたタコが安定するように、以前よりもまっすぐ泳げるようになり、水面で息継ぎもできるようになった。ナショナルジオグラフィックは、すっかり元気を取り戻したと伝えた。アリソンは海に戻されることはない。体重600ポンドまで育つため、身体に合わせて補助具を定期的に取り替える必要があるからである。ありがとうございます。